橋爪優子は、朝日放送テレビ所属の女性アナウンサー。本名、清水優子。大阪府美濃市出身。大阪府立豊中高等学校を経て、関西大学社会学部卒業。高校時代は、ハンドボールの選手として活躍した。また、大学生時代には、おはよう朝日ですないのコーナー、関西トレンドクラブでリポーターを務めていた。 1997年にアナウンサーとして朝日放送へ入社。同期入社の赤江玉を高野直子と共に朝日放送三人娘と歌われた。三人とも入社一年目から週刊ワイドアブクドスをはじめ数々のテレビラジオ番組に出演している。おはよう朝日ですにも土曜版にリポーター、平日版にニュースキャスターの代理で登場したことがある。 2002年に清水雄一郎と結婚。2009年には第八回アンアナウンサー賞の原稿のあるもの部門で優秀賞を受賞した。また、同局のアナウンサーで唯一、朝日放送テレビ平日夕方のローカルニュース番組、ニュースユーシリーズの全放送期間にわたって、レギュラー出演。赤江が同局に在籍したまま、 スーパーモーニングの司会に抜擢された2003年6月からは赤江の公認で ABC ニュース U のキャスターを最終回まで担当した。2009年3月に始まった後番組のニュース U でも2011年9月の放送終了まで一貫してメインキャスターを務めている。ニュース U の放送末期に妊娠したことから同番組終了直後の2011年10月に 三千休暇を取得。同年12月に一卵性双生児を出産した。出産後も育児休暇に入っていたが、2013年9月に復帰した。同年11月の取引地図る移動後は、同局女性アナウンサーで最古参となっている。2014年度はラジオで、レギュラー出演者の代役を多く務めた。ありがとうございます。